はい、こんにちは。今日ご紹介する商品はホームズカムさんのネットワークカメラですね。介護用の見守りカメラとしても使えますし、ベビーカムとしても使える200万画素のフル HD1080p です。監視カメラとしてももちろん使えます。暗視機能、動体検知機能、音声双方向機能がついております。お値段は Amazon で5999円となっております。画像センサーは CMOS イメージセンサーを搭載、デジタルズームは8倍というふうになっております。また、水平方向350度可変します。垂直方向が100度ですね。視野が全くね、視覚がないといったものです。遠隔でもちろん操作することができます。マイクロ SD カードで保存することができます。後ろにね、こちら TF カードを入れるスロットがあります。ここにですね、プラス10クラスのスロット 128GB まで対応となっております。必ずねプラス10以上を入れられるようにしてください。ここがイーサネットと、ここがリセットボタンと、これが給電用の DC5V となっております。背面はこういう風になっておりますね。でここに、三脚用の規格の、ネジがついております。でここに QR コードがあって、それは説明書に書いてあります。これパスワードがあるんでね、ちょっとお見せできませんけど、こうなってます。でこの中に、赤外線 LED が入っております。電源を入れると赤く灯ります。でしばらく電源を入れて、しばらく置いとくと設定モードになりますので、そして設定をしてください。はい、そういったわけでこれがレンズですね。で側面が、これが双方向通話の時のスピーカーとなっております。ここにマイクがついてるかな。はい、マイクがついております。上下上方向が100度です。水平方向が350度動きます。はい、こんな感じで非常にね、手のひらに乗る大きさでね、このタイプってだいたいでかいの多いんですけど、コンパクトでデザイン性も非常にいいですね。はい、こんな感じです。はい、でまた日本語のね、説明書が一冊入っております。完全な日本語マニュアルとなっております。アプリはね、 MIPC というアプリを入れてもらって、 Android、iOS 対応です。また Windows と Mac システムにはウェブサイトから PC バージョンをダウンロードしていただくとできます。PC バージョンを入れられるとこんな風になりますね。 PC バージョンは余計ね、機能が多いということです。はい、そういったわけでね、やはり携帯に入れられるか、スマホに入れられるか、同じですけどね、それかタブレットに入れられて、外出先から見ることができます。出張先、自分のパート先の昼休みとか、子供の様子とか介護の様子を見て安心することができます。また双方向通話で、会話することもできますんでね、非常に、この価格で自分で安心安全が買えるといったものです。部屋の様子がね、見えるんで、非常に介護とか、それとか子供さんの、小さなお子さんがいる夏休みの家とかを見とくことができると。また不審者が入るとね、それを動画を撮ったり、カメラで撮影して、その映像をスマホに送ってくるといった優れたものになります。はい、内容物を見ていきたいと思います。箱の中に入っているのは本体とこちら、これがアダプターとなりますね。専用のアダプターです。こちらのアダプターです。これを 100V に突っ込まれて、あとこれが内容物ですね。はい、これがコードです。あまり長くないんでね、これ延長用のコードはね、 Amazon とかに売ってますんで、これが、こう電源用のコードですね。これに刺されて、この後ろに刺すといった具合です。これは、ここですね。で取り付けの金具が入っております。これが全てのキット内容となります。はい、割とねすっきりしたシンプルなデザインで、後ろにね余計なアンテナが内蔵式なんでないんでね、すっきりとしております。もちろんね、これは
防水タイプじゃないんで外には向きませんので、はい、これはあくまでも家の中の屋内用の監視カメラとなります。ちょっとね、設定はしませんが電源つないでどんな感じかというのだけお見せしましょうかね。ちょっとここにマイクロ USB を突っ込んでみます。はい、今挿しました。見えるかな、赤いのが点灯したんですけどね、ちょっと見えないか。はい、で、なりますね。でしばらく置くとここがランプが点灯するといったものです。まず電源を入れてもらう、セットするときはまず電源を入れてもらうということですね。後ろのマイクロ USB にこういうふうにつないでもらって、はい、しばらく待つとここ点灯が点灯モードになって、ここチカ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 しますんで、それを待つと。はい、ここ赤いのが、はい、分かります、今点灯しましたよね。はい、こうなって設定をしてもらえばいいと思います。そういったわけでこちら今音がしましたよね。はい、8倍デジタルズームで、5999円のホームズカムネットワークカメラのご紹介でした。ベビーカム見守りカメラとして最適のカメラとなっております。ではまたです。さよなら。いい商品あったら紹介したいと思います。ではまたです。さよなら。